毎日、電気自動車が42,900台も燃える可能性があるとしたら、あなたはその危険をどう感じますか？ゆっくり霊夢ちゃんと。解説役のゆっくりマリサだぜ。中国では、電気自動車が次々と爆発炎上する事故が急増し、わずか数分で車が炎に包まれる。事例が後を絶たず、充電中、走行中、駐車中問わず、次々と命の危険が迫っているようだ。しかも、これらの電気自動車のほとんどが、あの問題の中国製バッテリーを使用し、韓国では、メルセデス・ベンツの電気車が中国製バッテリーによって火を吹き、被害額は4億円以上に達したようね。これから、さらに3億台の電気自動車が世界を駆け巡ると言われるが、皆はこの恐怖の未来をどう見る？てなわけで今回は、中国製 EV が招く地獄。毎日42,900台が燃える可能性で自発的発火ゼロは嘘でしのリスクゆっくり解説を紹介するぜ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。これって映画のワンシーンか？それとも、ゴーストライダーのトレーラーでも見てる気分になるぜ。映像では、車が火に包まれて猛スピードで土手を駆け下りて、最後は川に突っ込むんだよな。え？水に突っ込んでも火が消えないって、そんなことあるの？普通、水で消えるもんじゃないの？いや、それがだな、視聴者のコメントで。水に突っ込んでもまだ燃えてるなら、きっと電気自動車だな。ってのがあってさ、どうやら自動で燃えちゃったっぽいんだよ。自動で燃えるって。怖すぎでしょ。電気自動車って、環境には優しいとか言われてるけど、こういうリスクもあるわけね。で、フォークリフトの運転手が、その燃えてる車を川に投げ込もうとしたんだけど、これが失敗してさ、結局、川辺の緑地に落ちちゃって火がさらに広がったんだって。ああ、それは最悪だね。火事が広がるなんて、もはや手に負えないじゃん。ほんとだぜ。また他にも、高速道路の映像があって。やばい、逃げろ、逃げろ。って感じで、めっちゃ焦るんだよ。で、この車、どうやら電気自動車だったんだよな。電気自動車？まさか、これが例の BYD ってやつ。そうなんだよ。BYD の運搬トラックがやられたんだ。全部の新車が火事でダメになったって話だぜ。輸送中とか充電中でも火災のリスクがあるって、これかなり深刻じゃない？それだけじゃないんだよ。運転中や事故が起きた時でも、BYD の電気自動車は火災と関係してるって言われてるんだ。だから中国で、BYD の車は燃えてるなんて皮肉が出てくるんだね。ちょっと恐ろしい話だわ。5月に、湖北の高速道路で衝撃的な事件が起きたんだ。新エネルギー車を積んだトラックが炎上して、積んでた車は、全部ファーウェイのアイトイン DIAM9 と M5 モデルだったんだよ。え、ファーウェイの車？最近、スマホだけじゃなくて車まで作ってるなんて聞いてたけど、まさか、そんなことが。それにしても、積んでた車が全部燃えちゃったの？そうなんだ。映像にはトラックの後ろから火が出て、すぐに手がつけられなくなってる様子が映っててさ。結局、全部の電気自動車が骨組みだけになるまで燃えちゃったんだぜ。それってもう、完全にお手上げ状態じゃない。骨組みだけって、恐ろしすぎるでしょ。そもそも、火事の原因は何だったのかしら？それが、原因はまだはっきりしてないけど、あるブロガーが皮肉っぽく言ってたんだ。とあるナショナルプライドのある電気自動車ブランドは、自分の車が燃えたら、テスラのせいにするし、SUV が燃えたらグレートウォールのせいにする。エアバッグが作動しなくて運転手が重傷を負っても、トヨタだってコスト削減してるからって言うんだぜ。どのブランドのことかわかる？ってな。なるほど、要するに他のメーカーに責任を押し付ける体質があるってことね。それで、肝心の問題には全然向き合おうとしない。いかにも中国っぽい皮肉だわ。さらに別のブロガーが冗談めかして言ってたのが笑えるんだ。中国の新エネルギー車に関しては、一度の火事でフリート全体が燃え尽きちゃう。駐車中に燃えたり、充電中に燃えたり、走行中にも燃えるし、ディーラーで燃えたり、工場でさえ燃える。うわ、それって笑えない冗談だわ。中国の新エネルギー車って、まるで火を吹くドラゴンじゃない。全然エコどころか、リスク満載じゃないの？あらゆる火災シナリオで、今や中国が世界をリードしてるんだぜ。9月3日には、高速道路で電気自動車が満載のトレーラーが火事になる映像がシェアされてたんだ。トレーラー全体が炎に包まれて、黒い煙が立ち上がって、次々と爆発が起きてた。え、なんか、まるでアクション映画みたいじゃない？でも、実際にそんな状況に遭遇したら、パニックになるわね。トレーラーごと燃えちゃうなんて、相当やばいわ。それだけじゃないんだ。9月8日には、重慶市でユーザーが交差点で自分の電気自動車が燃える映像をシェアしてたんだ。消防士たちはすでに現場にいたんだけど、火を消そうとはしなかったんだよ。え？
火を消そうとしないってどういうこと？普通、まずは火を消すもんじゃないの？通常ならそうだな。どうやら、電気自動車が一度火を吹いたらもう助からないってことを、彼らもわかってたんだろうな。だから、水を無駄にするよりも、ただ燃えさせておいた方がマシだって判断したんだろう。なんだかそれ、めっちゃ不気味ね。つまり、電気自動車が燃え出したら、もうどうしようもないってこと？そりゃあ、消防士だってお手上げになるわけだ。実際、車のオーナーも。ちょうど車から降りたところで、火が出ちゃったんだよ。って言ってたらしいし、もう少し遅れてたら、大事故になってたかもしれないぜ。それ、怖すぎでしょ。こんな話を聞くと、電気自動車を買うのが危険にしか思えないわ。環境に優しいどころか、命の危険がつきまとうなんて。8月31日には、天津でユーザーが自分の建物の外に駐車してた電気自動車が火事になった様子を撮影してたんだ。消防士たちは、もう見えなくなった炎に向かって、落ちたバッテリーに水をかけてたんだよ。え？見えない炎に水をかけるって、なんか奇妙じゃない？バッテリーがまだ燃えてたのかしら。それとも、電気自動車の火事って、そんなに複雑なの？そうみたいだな。現場には乾燥粉末式の消火器がいくつか置かれてて、地面には白い泡が広がってたらしい。これ、普通の車の火事とはかなり違うんだぜ。で、このブロガーが最近の電気自動車の火事を集めて、人々に、電気自動車を買う前にもう一度考え直すよう呼びかけてたんだ。毎日こんな事故が起きてるのに、中国政府はどうしてもっと対策を取らないんだろうね。さすがに、普及を加速させるのはちょっと急ぎすぎじゃない？それが、中国政府は逆に新エネルギー車の普及をどんどん加速させてるんだよ。6月末時点で、中国には3億4500万台の車があって、そのうち2470万台が新エネルギー車なんだ。割合で言うと、全体の 7.2% だな。ふーん、でも、それだけでそんなに大きな影響があるの？特に、電気自動車が火事を起こしやすいなら、リスクも高いってことよね。確かにリスクはあるけど、電気自動車は約1800万台あって、新エネルギー車全体の 73.4% を占めてるんだよ。それだけ電気自動車が増えてるってことだな。しかも、8月11日には、中国が国のグリーン化を加速させるための新しいガイドラインを発表してさ、低炭素交通を推進しつつ、新エネルギー車をさらに推し進めて、公共サービス車の電動化を加速させることを提案してるんだ。なるほどね。でも、こんな火災リスクが多い中で、もっと普及させるって本当に大丈夫なの？結局、安全よりも、数字やイメージを優先してるようにしか思えないわ。この計画では、旧式の輸送機器を引退させて、ゼロエミッションの貨物輸送を進めることも目指してるらしい。政府は2035年までに、新エネルギー車が伝統的な燃料車を、完全に置き換えて、新車販売の主力にするつもりなんだとさ。2035年までに完全に置き換え？それって、結構なペースで電気自動車を増やしていくってことだよね。でも、最近の話聞いてると、電気自動車が増えれば増えるほど火事も増えてるみたいだし、正直不安しかないわ。中国メディアも報じてるんだけど、緊急管理統計によると、2023年の第一四半期に新エネルギー車の火災が 32% も増加してるんだってさ。平均すると、毎日8件の火事が起きてる計算だぜ。毎日8件？そんなに頻繁に？電気自動車って安全だって言ってる人、これどうするのよ？それに、自発的な燃焼って、要するに、何もしてなくても勝手に燃えるってこと？想像してみてくれよ。もし3億台の電気自動車が中国の道路を走ってたらどうなるか。今のペースなら、毎日8台が燃えてる計算になるだろ？確かに中国は広いけど、それでも毎日そんな数が燃えてたら、いつか大きな問題になるんじゃない？道路が火災現場だらけになっちゃうじゃない？冗談じゃないんだよ。これが、清華大学の民賀湾教授によると、中国の3億台の車は全部電気自動車になるだろうって言ってるんだ。で、毎日4万2900台の電気自動車が燃えたら、ちょっと想像するだけでも恐ろしいな。それ、完全にディストピアじゃないの。燃え盛る車が至るところに転がってるって、まるで映画の終末シナリオみたいだわ。本当に、こんな未来が現実にならないといいけど。毎日8台の車が燃えてるって話だけど、電気自動車の所有台数を元にした、公安部の計算だと、自発的な発火率は1万台あたり 1.43% になるんだ。それを3億台にスケールアップすると、毎日4万2900台が燃える計算になるんだぜ。ちょっと待って、4万2900台。それってもう、ただの計算ミスとかじゃなくて、まるで終末シナリオみたいじゃない。もし本当にそんなことが起きたら、中国はどうなるんだろうね。社会が回るわけないわ。
だよな。それに有毒な煙でどれだけの人が死ぬのか、何人が家を失うのかって考えただけでも恐ろしいぜ。普通、車のパーツの品質チェックではパーツパーミリオンって単位を使うんだけど、バッテリーの自発的な発火率が1万台あたり 1.43% って、普通の自動車部品より100倍も悪いんだ。100倍も、そんなに悪い品質で、よく市場に出回ってるわね。車って人の命を運ぶためのものなのに、その安全性が全然確保されてないってことじゃん。こんな危険なものを国のお金を使ってまで推し進めるの？車は命を守るべきもので、安全性が最優先じゃなきゃいけないだろ？それなのに、こんな粗悪な製品が市場に出回って、しかも国が資金を注いでまで普及させるなんてさ。火事でどれだけの家族が家を失うか、命さえ奪われるかもしれないのに。このブロガーも、多分中国共産党が一般市民の安全に本気で関心を持つなんて期待してなかったんだろうね。でも、それにしても、こんなに危険な製品を放置してるのは本当に恐ろしいことだわ。で、このブロガーが言ってた、民ガを売って誰かって話だが、彼は、中国科学院のアカデミシャンで、清華大学の自動車モビリティ学部の教授なんだ。それだけじゃなくて、中国で新エネルギー車を推進してる主要人物の一人なんだよ。へぇ、つまり電気自動車の普及を推し進めてる張本人ってわけね。でも、そんな彼がどんなこと言って物議を醸したの？それが、今年3月に、中国電気自動車100人会議っていう場で、電気自動車はガソリン車よりも自発的な発火率が低い。って発言したんだ。この発言が原因で、かなりの議論が巻き起こったんだよ。低いって、本当に？なんだか信じられないけど、データはどうなってるの？国家消防救助局のデータによると、2023年第一四半期に18,360台のガソリン車が火災にあったんだ。それに対して、新エネルギー車は640台。確かに数字だけ見ると、ガソリン車の方が圧倒的に多いんだよ。なるほど、だから、電気自動車の方が安全だって言いたいのか。でも、なんでみんな電気自動車の火事にばかり注目するのかしら？そこなんだよ。人々は1万8000台以上のガソリン車の火事には目を向けず、電気自動車の640件の火事にだけ注目する。どうしてかって？その数が目立つからさ。電気自動車はまだ1000万台ちょっとしかない。それが1億台に達して火事の件数が10倍になったら、どうなるかって話だ。それは確かに恐ろしいシナリオね。今の時点でも640件の火事が話題になってるのに、1億台になったらどれだけの事故が起こるのか、本当に安全って言えるのか、怪しいところだわ。だから、この問題について多くの人が話してるわけなんだよ。でも、火災発生率を見てみると、実はガソリン車の発火率は、1万台あたり 0.58% で、新エネルギー車は 0.44% なんだ。つまり、実際には新エネルギー車の方が低いんだよな。へぇ、そういうデータがあるんだ。だったら、なんで電気自動車が燃えるとあれだけ大騒ぎになるの？たった1台でもニュースになるのに、ガソリン車の火事はほとんど話題にならないよね。その通り、ガソリン車の火事なんて、誰も興味ないんだよ。王の発言も、多くのメディアに取り上げられたけど、目的は中国の、新エネルギー車の高い自発的発火率を正当化することだったんじゃないかって見られてる。でも、その王の発言、なんだか批判が多かったみたいね。やっぱり何か裏があったの？もちろん裏はある。多くの視聴者が彼を批判してて、人々を誤解させてる。って言ってたよ。彼の主張には3つの大きな問題が指摘されてたんだ。ふむ、具体的には？まず、国家消防救助局のデータを間違って引用してたこと。次に、使ったデータが2023年第一四半期のものじゃなくて、実は2022年の古いデータだったってこと。最後に、彼が自分の議論を正当化するために、概念を意図的に混同させてたっていう指摘があったんだ。なるほどね。データをわざと混同させるなんて、それこそ、誤解させてるじゃない。結局、彼の発言がいくら数字を使っても、信頼性が落ちるわけだ。そういうこと。データは重要だけど、使い方を間違えると全然違う印象を与えてしまうんだよ。だから、王の発言も疑われて当然ってわけさ。ある専門家が、ガソリン車の方が電気自動車よりも火災が多い。って言ってたんだけど、それは意図的な嘘だってさ。実際には、電気自動車の方が火災が多くて、しかももっと危険なんだよ。やっぱり、そんな気がしてたわ。で、具体的なデータはどうなってるの？2022年第一四半期のデータによると、車両火災は1万9000件発生して、前年より 88.8% も増加してるんだ。そのうち、新エネルギー車が関わった火災は640件で 32% 増加。
さらに、電動自転車が関わった火災は3777件で 36% も増加してる。うわ、どちらもかなり増えてるじゃない。それに、火事の増加率が全体よりも高いってことよね。じゃあ、なんで民ガオは、ガソリン車の方が燃えてるなんて言ったの？それが、彼は1万9000件の火災の中から、たった64件の電気自動車の、火事だけを取り出して、それ以外は全部ガソリン車のせいにしたんだよ。しかも、3777件の火事が電動自転車によるものだって事実を完全に無視してたんだ。ああ、なるほどね。要するに、都合のいい部分だけ切り取って、事実をねじ曲げたってわけか。増加率まで無視して。悪質ね。その通りだな。実際には、2022年第一四半期で新エネルギー車の火災の増加率は、他の車両火災の 3.6 倍も高かったんだよ。それなのに、王は、ガソリン車の方が燃えてるから、電気自動車は安全だ。って間違った結論を出して、それが多くのメディアで報道されてしまった。そんな誤った情報が広まると、消費者も騙されちゃうよね。結局、命に関わることなのに、そんなに軽く扱っていい問題じゃないでしょ。人々が電気自動車の火事を恐れる理由って、単に火が出るからだけじゃないんだよ。火の回りがとにかく早くて、逃げる時間がほとんどない。それに、爆発の危険もあるし、生き延びるチャンスがほぼないんだ。そうね、普通の車の火事でも怖いのに、電気自動車だとそのリスクがさらに上がるってことか。実際、あのリチウムバッテリーが原因で、爆発の危険もあるわけでしょ？そりゃ恐ろしいわ。ある視聴者が。今日もまた高速道路で2台の車が自発的に燃えてるのを見たよ。交通事故なんてこんな頻度では起きないよ。自発的発火って言ってる人たちに、一体どういう意味か聞きたいね。ってコメントしてたんだ。自発的発火って、何もしてないのに勝手に燃えちゃうってことでしょ？そんなことが普通に起きてるのに、よく電気自動車を推し進めようとするわね。誰がそんなリスクを背負って車を買うんだろう？まさにそれだ。低確率かもしれないけど、一度その低確率に当たっちゃったら、車も命もおしまいだ。こんな重大な問題が解決されてないのに、どうして電気自動車がこんなにたくさん売られて、宣伝されてるんだろうな。本当にそうよね。リスクが大きすぎるのに、安全性がちゃんと確保されてないんじゃ、買わない方がいいに決まってるわ。信じられないなら、周りを見てみなよ。先月だけでも、自発的な火災のうち9割が電気自動車だったんだぜ。上州で、マンカオーバーパスの上で火災が起きたんだけど、それが電気自動車から、始まってさ、その後、別の電気自動車が火を吹いて、40台以上の車に広がったんだ。しかも、そのほとんどがガソリン車だったんだよ。40台以上、そりゃ大惨事だわね。電気自動車の火がガソリン車にまで広がるなんて、逃げ場がないじゃない。もう手遅れって感じでしょ。それが起きたちょうど2日前に、電気自動車は買わない方がいい。って警告する動画を投稿した人がいたんだけど、その後すぐにこれだ。で、さらに2日後には、メルセデス E300 が割りオーバーパスで燃えたってニュースもあったんだ。こんなに頻繁に火災が起きてるなら、ますます電気自動車なんて信用できなくなるわ。しかも、火事が起こる場所ってどこも人がたくさんいるところじゃない？巻き込まれたらどうしようもないわよ。ある専門家が、2022年に640台の電気自動車が火災にあって、さらに、3700台の電動自転車、そして1万8000台のガソリン車が燃えた。って言ってるけど、それをどう信じるかは別問題だ。まあ、数で言えばガソリン車の方が多いって主張したいんだろうけど、そんなことを言われてもね。電気自動車の火事の方が爆発のリスクとか、逃げられない速さがあるってことを無視してるんじゃない？ガソリン車の火災ももちろん危険だけど、電気自動車の火の回りの速さとか、爆発の危険はもっと大きい。専門家が数字を出しても、実際にどれだけ危険かを知ると、数字だけじゃ納得できないってことだよな。本当に知りたいのは、結局どっちが周りで火事を多く起こしてるかって話だよな。電気自動車か、ガソリン車かってことさ。でもさ、統計なんて全然信用できないんだよ。まず、ガソリン車の数は電気自動車より何千万台も多いんだから、火災件数が多く見えるのは当たり前なんだよな。なるほど、数が多いだけに単純な火災件数を比べるのは意味がないってことね。でも、そもそもガソリン車の火災件数って、電気自動車と電動自転車の火災件数を引いた数字なんでしょ？それって、信憑性に欠けるんじゃないの？しかも、電気自動車1台が火を吹けば、その周りにあるガソリン車10台も燃える可能性があるんだぜ。そう考えると、ガソリン車は本当の被害者なんだよな。自発的に燃えたわけでもないのに、巻き込まれるだけなんだから。それってかなり理不尽じゃない？ガソリン車が勝手に燃えたわけでもないのに、
電気自動車のせいで一緒に燃えちゃうなんて。でも、電気自動車の火災だと、爆発の危険も高いからさらに厄介よね。現実は厳しいよ。ガソリン車が燃えても、まだ助かるチャンスはあるけど、電気自動車の、場合は火の回りが早すぎて、逃げるのが難しいことが多いんだ。そこが一番の問題だよ。そう考えると、火災リスクだけでも電気自動車はかなり怖いわね。助かる可能性が低いっていうのは、普通の人が一番気にするポイントだもの。どんなにエコでも、命の危険があるなら誰も安心して乗れないよね。別の視聴者がこう言ってたんだ。20年間運転してるけど、ガソリン車が燃えるのは見たことがない。でも電気自動車が燃えるのは、もう10回以上見てるよ。20年も運転してガソリン車が燃えるのを見たことがないって、そりゃすごいな。でも電気自動車は10回も見てるってことは、やっぱり目に見えるリスクが大きいんだね。実際に自分で見た経験があると、統計なんて関係なくなるよね。そうそう、統計って政治的な目的に使われることが多いし、そのデータが本当に、信頼できるかどうかは、結局俺たち普通の人間が自分で判断するべきだと思うんだよ。あるユーザーが暴露してたんだけど、あのアカデミシャンのミンガオウ、実はいくつかの、新エネルギー企業の株を持ってて、さらに取締役にも名を連ねてるらしいんだ。え、それって、かなり露骨な利益相反じゃない？ステージでは、道徳を語りつつ、裏では自分の、利益のために新エネルギー車を推してるってことね。だんだん話が怪しくなってきたわ。視聴者の中にはこう聞いてた人もいた。業界の専門家として、人々をこんな風に誤解させるのって本当にいいの？確かに、そんな風に信頼を裏切るような行動をしてたら、誰も信用できなくなるよね。数字を使って人を誤解させて、その裏で自分は利益を得るなんて、倫理的にどうなのって話だわ。だよな。結局、電気自動車の推進も、こうした、利益のために動いてる人が背後にいるってことが問題なんだ。そんなのを聞くと、ますます電気自動車の安全性なんて信用できなくなるぜ。ガソリン車と電気自動車、どっちが安全かって議論では、専門家の意見が、必要だって言う人もいるけど、実際にはもう答えが出てるんだよ。多くのマンション管理者たちは、すでに電気自動車の地下駐車場での駐車を禁止してるんだ。理由は、もちろん火災のリスクがあるからさ。それって結構深刻な話ね。電気自動車が危険だって認識してるから、駐車させないわけだもんね。実際、地下駐車場で火事が起きたら、逃げ場もないし。大安の地下駐車場で、電気自動車が燃えてさ、20台以上の車が被害を受けたんだってよ。駐車場内のほとんどの車が灰まみれになったらしい。しかも、火事が地下で起きたもんだから、消防車も入れなくてな。リチウム電池には可燃性の材料と酸化剤が含まれてるから、火が消せなかったんだってさ。ああ、そうか。リチウム電池って一度燃え出したら、普通の方法じゃ消せないって言うもんね。だから、結局、燃え尽きるのを待つしかなかったってことか。恐ろしい話ね。あるユーザーが言ってたんだ。電気自動車を水に押し込んだのに、まだ燃えてたよ。ってな、水につけても消えない火なんて、もうどうしようもないだろ。それってもう、ただの車じゃなくて、危険物じゃない？火災のリスクがここまで高いってわかってるなら、地下駐車場での禁止も当然だし、みんなもっと警戒するべきよね。もし電気自動車がガレージで火を吹いたら、一気に広がるんだよな。しかも、たとえ3000万円の保険があったとしても、被害をカバーするのはほぼ不可能なんだ。だから、多くの住宅街では、電気自動車の立ち入りを禁止してるんだぜ。それだけ危険だってことよね。ガレージで火事が起きたら、周りの車や家にまで被害が広がるし、実際、保険でカバーできる範囲なんて限られてるもの。あるユーザーが、中国のあるレストランが国産の新エネルギー車を、地下駐車場に止めるのを拒否してるってシェアしてたんだ。差別だって言う人もいるけど、そのユーザーはそうは思ってないらしくて。みんな火事が怖いからだよ。って言ってたんだよ。そりゃ、差別とかじゃなくて、単純に安全のためでしょ。だって、もし駐車中に火事が起きて、そのレストランが燃えたら大惨事になるわけだし。まさにそれだよ。別のユーザーも。もしそこで駐車して、そのレストランが燃えちゃったらどうするの？って聞いてたんだ。その人は、国産の新エネルギー車メーカーから保証を受けるのはほぼ不可能だって言ってて、そういうメーカーを、いじめっ子って呼んでたんだぜ。ああ、保証問題ね。火事を起こした電気自動車のメーカーがちゃんと責任を取らないってことか。まるで、いじめっ子みたいに、やりたい放題ってわけね。それで結局、被害者が泣き寝入りするしかないなんて、ひどい話だわ。電気自動車がどれだけ普及しても、安全性が確保されなかったら、結局こういうリスクが残る。被害を受けるのは、周りの人たちだってことだ。
この夏、中国は連続した猛暑に見舞われて、多くの地域で気温が40度を超えたんだよ。その影響で、電気自動車が火事を起こすケースが頻発したんだ。というのも、電気自動車って極端な高温に耐えられるように作られてないんだよな。なるほど、猛暑でバッテリーが熱暴走したってことね。それにしても、40度超えの気温で火事が頻発するなんて、夏場は電気自動車に乗るのが命がけじゃないの？実際、これらの火事はほぼ全ての国産ブランドに加えて、メルセデス・ベンツや、フォルクスワーゲンみたいな合弁ブランドにも影響が出てたらしい。結局、どんなメーカーの車でも、高温には弱いってことだな。つまり、どんなに高級車でも、電気自動車って高温には耐えられないってことね。となると、中国の猛暑じゃいつ火事が起きても不思議じゃないわね。報告によると、8月の新エネルギー車の火災件数は7月よりもさらに増えてたんだ。8月28日までに、新エネルギー車が煙を上げたり火事になった件数は、15件、そのうち13件は具体的な時間と場所が特定されてる。15件も。しかも、これ全部が夏の猛暑の影響だとしたら、電気自動車の設計自体に大きな問題があるってことじゃないの？それで、エコだなんて、なんか皮肉だわね。電気自動車が環境に優しいって宣伝してるけど、実際はこんなに火災リスクが高いんじゃ、エコどころか危険物だよな。8月2日の夜、湖北省の武漢でバス停に停車していたバスが火事になったんだ。火はバスの後ろから出て、運転手がすぐに全員を避難させたんだけどな。バスまで火事になるの？しかも公共の場で、乗ってた人たちは無事だったのは良かったけど、それでも怖すぎるわね。それだけじゃないんだ。8月3日の早朝、遼寧省の大連で、走行中の電気自動車が突然火を吹いたんだよ。火は瞬く間に広がって、数分で車全体が火に包まれたんだって。数分で、そりゃ逃げるのもギリギリよね。走行中ってことは、突然の火災に対処するのはかなり難しいわ。さらに、8月6日には V 山の充電ステーションで、電気自動車が充電中に火事になったんだ。オーナーは、充電開始からたった10分で車の前から白い煙が出てきて、めちゃくちゃ怖かった。って言ってたんだぜ。10分、充電中に突然火が出るなんて、もう安心して充電すらできないじゃない。やっぱりバッテリーの問題が大きいのかしらね。そうだろうな。そして、8月7日には山東省の四の甲のボルグランドマーケットで、また別の車が火事になったんだ。最近は本当に電気自動車の火災が相次いでるぜ。こうして次々に火事が起きてるのを見ると、電気自動車って本当に安全なのか不安になるわね。特にこういう大きな場所で火事が起きると、周りの人たちも巻き込まれちゃう危険があるし。午前9時頃、ドンネットの報告によると、8月11日の午前11時3分頃、広州の、海塾にあるプーテクノロジービルで G3 車両が火災を起こしたんだよ。電気自動車がまた燃えたんだぜ。また火事。しかも、ビルの近くでしょ？それって本当に危ない状況じゃない。周りの建物にまで火が広がったら、大惨事になるところだったわね。しかも、次の日の8月12日には、ネットでシェアされた映像で、四年の、ピンチンアベニューで赤信号を待っている間に、白い電気自動車が炎上する様子が見られたんだ。信号待ちしてる間に突然炎上？それって、ドライバーも逃げるのが相当大変だったんじゃない？黒い煙と炎が立ち上がるなんて、もう現場はパニック状態だったでしょうね。誰でもそうなるだろうな。映像にはサイレンの音と通行人が安全を求めて逃げる様子が映ってたらしい。火はかなり激しくて、現場は本当に危険な状況だったんだよ。こんなに次々と電気自動車が火を吹くなんて、本当に安全性が心配になるわね。通行人まで巻き込まれそうな状況なんて、もう車に乗るのが怖くなっちゃうよ。8月16日、午後4時25分頃、山西省で、電気自動車が充電中に火災を起こしたんだ。でも幸運なことに、運転手がすぐ近くにいて、素早く充電ケーブルを抜いて119に通報したんだよ。消防士が到着して、火を消し止めてくれたおかげで、怪我人はいなかったんだ。充電中に火事って、やっぱりバッテリーの問題が大きいんじゃないの？でも、すぐに対応できたのは本当に良かったわね。もし誰もいなかったら、大惨事になってたかも。その同じ日、山西省の安陽市でも電気バスが炎上したんだ。8月20日には、福建省の三明市で充電中の電気自動車が爆発する事件も起きてたんだよ。爆発？それってただの火事じゃなくて、もっと深刻なやつじゃないの？しかも、SAIC の電気自動車から煙が上がって、冷却中に突然爆発したって。ほんと恐怖だよな。爆発でドアとリアトランクが吹き飛んで、車はひどく損傷したんだけど、消防士と警察がすぐ対応したおかげで、怪我人は出なかったみたいだ。
それは良かったけど、原因がまだ分かってないってのは不安ね。何が原因で爆発したのかが解明されない限り、こういうことがまた起こるんじゃないの？だよな。結局、電気自動車の安全性が確保されない限り、こうした事件は続くかもしれない。今後も注意が必要だぜ。8月21日には、上海の S20 外環状高速道路で電気車両が火災を起こしたんだ。ネットで流れてる映像を見ると、地面でまた別の電気自動車が燃えてる様子も捉えられててさ。爆発音が響いて、黒煙と炎が空高く上がってるシーンは、まさに恐怖そのものだぜ。爆発音に黒煙。もう危険極まりない状況じゃないの。それだけ大きな火災だと、周りの人たちもパニックになるわね。そして8月27日には、上州の路上でまた SAIC の新エネルギー車が炎上。路肩に駐車してた車が完全に火に包まれて、濃い煙が立ち込めてたらしい。エンジン部分も乗客コンパートメントも全部焼失したんだ。駐車中の車がそんな風に燃えるって、もう駐車する場所にも気をつけなきゃいけないってことじゃないの。こんなに頻繁に火事が起きてたら、どこに車を置いたら安全かもわからなくなるわね。しかも8月29日には、また上州で電気自動車が走行中に火災を起こして、数分でスクラップ状態になったんだよ。もう、走ってても駐車してても、火災のリスクはついて回るんだな。本当に恐ろしいわ。それに加えて、中国が電気自動車を急速に普及させてるけど、充電の、ための安全設備が全然追いついてないのが一番の問題よね。安全対策が遅れてるんじゃ、どんなにエコでも命が危ないわ。ところで、ちょっと質問するけど、18階で火事が起きるのと、1階で起きるのってどっちが怖いと思う？実は、廊下で電動スクーターを充電するのも禁止されてるし、バッテリーを持って上がって充電するのもダメなんだよ。18階で火事が起きたら、逃げるのが大変だから確実に怖いわね。そんな高層階で電気自動車のバッテリーなんかを充電してたら、火事になった時に誰も助かるのが難しいじゃない？それを考えると、やっぱり充電場所や設備の安全性って、もっと真剣に考えなきゃダメよね。今はみんな金属製じゃなくてプラスチックの容器で充電してるんだよな。でもそのプラスチックのクラスプが壊れるし、ケーブルは加熱してる。これが今、あちこちの近所で普通に起きてるんだぜ。プラスチック作って、金属よりも耐久性が低そうだし、加熱してたらなおさら危ないじゃない。そもそも二輪車でさえ安全じゃないなら、四輪車が安全だなんて思えないわ。その通りだよ。問題は国産の電気自動車だけじゃなくて、合弁ブランドでも同じことが起きてるんだ。例えばメルセデス・ベンツ。この夏、いくつかの自発的な発火事故が起きてて、一部のユーザーはメルセデスの新エネルギー車を、グリーンナンバーの偽物車、なんて皮肉って呼んでるんだ。あのメルセデス・ベンツでさえ、そんな皮肉を言われるような状況なの？ブランド力があっても、バッテリー問題には勝てないってことかしらね。9月3日には、何人かのユーザーがメルセデスの新エネルギー車が、浙江省会内の 4S ディーラーの外で燃えたって報告してたんだよ。ユーザーたちが気づいたのは、そのメルセデス EQB のバッテリーが、中国の、ファラシステクノロジー製の三元リチウムバッテリーかもしれないってことだった。ああ、やっぱりバッテリーが問題の中心にあるわけね。ファラシステクノロジー製のバッテリーか。それにしても、高級ブランドのメルセデスでさえこんなリスクを、抱えてるなんて、もう電気自動車全体が安全性に問題ありって感じね。高級車だからって安心できない。結局、電気自動車の火災リスクはどのメーカーでも避けられない問題だってことだな。でもメルセデスが大きく注目されたのは、8月初めに韓国の地下駐車場で起きた火災が原因だったんだ。この火事で、メルセデスはなんと4億7500万円もの保証金を支払うことになったんだぜ。4億7500万円。それって、かなりの額よね。でも、どうしてそんな大規模な火災が起きたの？火事の原因は、中国のファラシステクノロジーが作ったバッテリーから始まったらしい。8月1日、韓国のインチョン市にある駐車場で、メルセデス EQ1350 が突然火を吹いたんだよ。で、炎はすぐに周囲の車に広がっちゃったんだ。しかも、駐車場が混んでたせいで、火を抑えるのがすごく難しかったんだって。ああ、駐車場が混んでると、逃げ場も少ないし、消火活動もやりにくいわよね。それにしても、火の広がり方が尋常じゃない感じだわ。200人以上の消防士と80台の消防車が呼ばれて、火を消すのに8時間もかかったんだって。後の調査では、40台の車が全焼、100台以上が損傷して、22人の住民が煙を吸って入院。さらに、500世帯以上が水と電気を失ったんだ。うわ、まさに大惨事じゃない。しかも、その車は3日間駐車されたままで、充電もしてないし、エンジンもかけてなかったんでしょ？
なのに火事が起きたってことは、完全にバッテリーが原因ね。調査の結果、火はバッテリーから始まってたんだよ。だから、電気自動車の火災リスクはやっぱりバッテリーの問題が大きい。駐車してただけでこんな被害が出るなんて、普通の車じゃ考えられないだろ。ほんとよね。エンジンもかけてないのに、いきなり爆発するような危険物を持ってるっていうのは、やっぱり怖すぎるわ。電気自動車の普及もいいけど、こういう問題をもっと真剣に取り組まないと、誰も安心して乗れないわよ。それでも最初、メルセデスはバッテリーの供給元を、競争上の理由から公開しない。って言ってたんだよ。でも、世論の圧力には勝てなくて、8月13日にメルセデス・ベンツ韓国が、ついにファラシステクノロジーが供給元だって発表したんだ。それをウェブサイトで公開したんだぜ。最初は隠そうとしてたのに、結局はバレちゃったわけね。しかも、ファラシステクノロジーって、中国のバッテリーメーカーでしょ？それが明らかになったら、韓国の消費者も黙ってないわよね。特にメルセデス EQE のバッテリーも、この中国企業から、供給されてることが分かってから、韓国の消費者は激怒したんだ。メルセデス・ベンツがあまり知られてない中国製のバッテリーを使ってるなんて誰も予想してなかったんだろうな。100年の歴史を誇るメルセデスが信頼のない中国製バッテリーを使ってたなんて消費者がショックを受けるのも無理ないわね。そりゃブランドイメージも台無しよ。あるユーザーが、まさか100年の歴史を持つメルセデス・ベンツが中国製のバッテリーで評判を台無しにするなんてってコメントしてたんだよ。この事件で韓国の中古車市場の価格が大きく下落して、電気自動車業界全体に悪影響を与えたんだ。その影響が中古車市場にも広がったのか。メルセデス・ベンツみたいな大手ブランドがこういう失態を犯すと、電気自動車全体への信頼もガタ落ちだわね。これから電気自動車を買う人たちも、ますます慎重になるんじゃない？そうだろうな。この件で、メルセデスだけじゃなくて、他の電気自動車メーカーも一気に信用を失った感じだな。消費者の信頼を取り戻すのは、簡単じゃないぜ。今や、消費者は電気自動車をますます怖がるようになって、メーカーやディーラーもそれらを避け始めてるんだよ。特に中国製のバッテリーに安全性の問題があるってことが、もう広く認識されるようになったからな。そうよね。今までは、自発的な発火ゼロなんて自信満々で言ってたブランドも、結局それが間違いだったって証明されてしまったわけだし。そりゃ、消費者の信頼も揺らぐわね。しかも、中国製バッテリーを使ってる外国製の電気自動車も、同じ問題に直面してるからね。メルセデスの件が特に大きな打撃になってるけど、他のメーカーも例外じゃないんだ。安全性が保証されない限り、どこの国でもこの問題に頭を抱えてるんだぜ。そうなると、中国のバッテリーメーカーはさらに苦しい状況になるわね。中国国内では生産過剰で、バッテリーを海外市場に、売り込もうとしてるみたいだけど、このメルセデスの火災事件が、それを一気に難しくしちゃいそう。海外進出を狙ってる中国のバッテリーメーカーにとって、この事件はかなり大きな痛手になるはずだ。どの国の消費者も、安全性に不安を感じるようになったら、なかなか手を出せなくなるからな。電気自動車の普及が急速に進んでるのに、バッテリーの信頼性が、こんなに低いとなると、電気自動車そのものの未来が心配だわね。メーカーももっとしっかり対策を考えないと、ますます厳しい状況になりそう。皆さんは完全にカオスで3億台の EV が毎日4万2900件の火災を引き起こす可能性があり、2500万人の EV 所有者が絶望についてどう思いますか？ぜひ、コメントでみんなと盛り上がってみてください。ってことで今回の動画は以上。また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴、ありがとうございました。